波って言うんですよ。波っていう字は皆さん知ってるか、三水の川って言うんですよ。実は昔の人は三水の届けだったんですよ。筋肉体を使って風の波って言うんですよ。これはという人なんですね。このイベント、トキハンさんに言われましたけど、教えてっていう湘南地区や鎌倉、横浜、神奈川の時代的に各ジャンルの作家さんたちが集まって実は展覧会が営業やっています。まあ、絵画だったり、写真だったり、まあ、陶器、探究、クレヨン、いろんな作家さん、まあ、書道は僕らしかないんですけど、それ、まあ、そのいろんな作家さんが集まって、でこれでもだいぶ長くなっている展覧会です。で、非常に今で、最初はちっちゃい、会場から続いてやってて、やっとこういう大きいところができるように、たくさんの人たちが見てくれてるような展覧会になって、どんどん行ってきます。次に何やってるのか、フィシエルの作家もそうだし、フィシエルの人もいいし、まあ、職の人もとても間に合うと思います。今日は風と波です。